カルパッチョチームカバル。誰やカバラ、いつ髪の毛剃ったべ。え、カバラなん？クソめ、裏の世界じゃちっとは有名な俺様をよくもコケにしてくれたな。この恨み絶対晴らしてやる。リンコ！ですの、この大きな部屋は。俺たちが小さくなっちまってる。え？あ、大きな猫ちゃん、かわいい。それじゃあこのフィールドの説明をするよ。ここでは相手を気絶させようが何しようが関係ない。とにかくそこにいる猫たちに相手を食べさせた方の勝ちだ。それからこのゲームのポイントは、猫の鼻にタッチすると相手を動物に変えられることだ。動物？ネズミだよ。ネズミ？一度ネズミになると、猫はもうネズミしか狙わなくなるんだ。しかし、猫の鼻にタッチすれば人間に戻れて、今度は相手をネズミにすることができる。ここでは、いかに相手をネズミにするかが勝負の鍵だ。面白そうじゃねえか。しかも相手は元ロベルト銃弾リンコ・ジェラード。汚名返上の生贄にはちょうどいいぜ。植木くん、アイちゃん、見ててください。私絶対勝ちますわ。ゲームスタート。マンツの翼に変える。力覚悟しろ。アイちゃんの引き分けを無駄にはしませんわ。そしてアイちゃんを本気で潰そうとしたあなたを絶対許しません。ビーズを爆弾に変える力。いけない、猫ちゃん。ビーズを爆弾に変え。猫ちゃん。邪魔猫め。だったら俺の羽手裏剣を食らえ。こうして、こうだ。しまった、鼻を。リンコ、リンコがネズミになっちゃったんだ。なあ、あんた説明聞いてなかったんか。キュッキュー、キュー。言い忘れてた、ネズミになったらチューしか言えなくなるんで注意してね。注意？チュー。こりゃ俺が何もしなくても猫に食われちまうな。だがそれじゃ汚名返上にならねえ。このツルツル頭にされた屈辱を晴らさねえと俺の気が収まらねえんだよ。おりゃ、羽根手裏剣。あんなに大きな椅子を破壊するなんて。どうだ、セラミック製の羽根の威力は。森との戦いでは財を減らしたくなかったんで出さなかったが、今回は能力者同士思う存分使わせてもらうぜ。これこそ俺の本当の力だ。あんな攻撃を受けたらただじゃ済みませんわ。早くどこかに隠れなきゃ。気にしてたら猫ちゃんにやられちゃう。けど猫ちゃんを気にしてたらカバラの攻撃も避けられないですわ。チュ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 。嫌ですわ。何の罪もない猫ちゃんに攻撃なんてできるわけありませんわ。でもどうすれば。チュ。そうだ、あれにかけますわ。どこに隠れようが俺の羽が防げるものか。
なでかい扉が開けられっかよ。これで最後だ。爆弾の衝撃で扉を開けやがった。チュン、チュン、チュン。あいつ冷蔵庫に隠れるつもりかい。だが扉を閉めるのが少し遅かったな。まさに袋のネズミとはこのことだ。猫に食われろ。猫ちゃんは柑橘系の酸っぱい匂いが大嫌い。ここにあったレモン汁を丸ごとかぶらせてもらいましたわ。おかげでお肌もツヤツヤ。悪いですけどこの勝負私の勝ちですわ。アイちゃんを倒そうとしたあなたを私は絶対許さない。ビーズを爆弾に変える。力じゃ無理な話だけどな。確かに勝てませんわ。ついに覚悟したか。勝てなかったでしょうね、明神と戦った頃の私だったなら。でもね、人がいつまでも同じレベルだと思ったら大間違いですわ。なんだと。チュ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 。まだ実験してなかったからやりたくはなかったけど仕方ありませんわ。これにかけます。せーの。どんな
新技ウンコロケット。無駄ですわ。名付けてビーズキャノン。造成したビーズを爆破して大量のビーズを一気に放つ究極武器。私の勝ちね、ネズミさん。何喋ってるか分かりませんよ。カイちゃんをいじめた罰償いなさい。勝者インコジェラード。あああれれ、助けてくれ。何やってんのこいつ。多分猫に食われる夢でも見てんだって。こりゃ立ち直れねえな。